ロンドンデリーはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ロッキンガム郡西部の町である。2010年国勢調査では人口24,129人だった。町の北はマンチェスター市、東はデリー町に接している。町内にあるリンゴ園で知られ、ストーニーフィールドの農園があり、またマンチェスターボーストン地域空港の一部が町内に入っている。町の中で 人口密度が高い部分は国勢調査指定地域に指定されており、2010年国勢調査での人口は1万1037人だった。ロンドンデリー町の東部と南部ニューハンプシャー州道102号線の周りにある。ロンドンデリーは喧嘩のなる木が深く茂った森があったので、当初はナットフィールドと呼ばれた地域にある。町には1718年に スコットランド・アイルランド系開拓者が入植した。その多くは北アイルランドのアルスター州にあるロンドンデリーから渡ってきており、1718年にボストンに到着して宗教戦争や迫害の内心生活を始めた。1722年、町が認証され、ロンドンデリーと名付けられた。初期のアルスター・スコッチ開拓者は、周辺の村落にも広がり、アントリム・デリー、 ダンバートンなどアイルランドやスコットランドの名前を付けた。植民地時代初期にロンドンデリーは2番目に大きな町であり、町の一部からデリーやマンチェスターの一部が作られた。1719年、当時はロンドンデリーの一部だったデリーでアメリカ発のジャガイモが育てられた。七百九十年、ロンドンデリーで国勢調査が行われた最初の年であり、この時、 の人口は2622人だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は41.9平方マイルで、あり、このうち陸地41.8平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.31%である。ロンドンデリーの国勢調査指定地域は、全面積は12.2平方マイルであり、 水域率は0.16%である。町内東部をビーバーブルック、西部をリトルコハスブルックとネセンキーグブルックが流れている。町内最高地点は町中心の北にある標高535フィートの第8の丘であり、その丘の上にあった昔の校舎から名付けられた。町内を週刊高速道路93号線、ニューハンプシャー修道102号線、 同128号線、同28号線が通っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。以下はロンドンデリーの都心部、国勢調査指定地域の2000年の国勢調査による人口統計データである。ロンドンデリーには多くの企業があり、その多くは町の北部、マンチェスター・ボーストン地域空港の近く、あるいは南東部、 週刊高速道路93号線とニューハンプシャー州道102号線に近いところにある。町に本社を構える主要企業にはストーニーフィールド農園やブルーシールフィーズがある。またコカ・コーラの瓶詰め施設もある。マックのアップルズ、サニークレスト農園、エルウッド果樹園、ウッドモント果樹園が町内にある果樹園の例であり、町の重要な農業遺産の象徴になっている。 商業では全国チェーンの小売店が多くある。ロンドンデリーの教育はロンドンデリー教育学区が管轄している。幼稚園、小学校、中学校、高校、私立学校。ありがとうございます。